友部先を友部泉倉7月1日から1941年4月1日は、日本の内務、警察官僚、幹線和歌山県知事、宮城県出身。1907年7月、第二高等学校を卒業。1912年7月、東京帝国大学法科大学経済学科を卒業。同年11月、 文官高等試験行政科試験に合格。同年12月、内務省に入省し北海道庁属、内務部、長官官房勤務となる。以後、県北海道庁警察部巡査教習所教官、北海道庁警視、警察部勤務、北海道庁理事官、秋田県理事官、埼玉県警察部長、神奈川県警察部長、神奈川県書記官、警察部長、 福井県書記官、内務部長、栃木県書記官、警察部長などを経て、1928年2月内務書記官、警保局保安課長、同年7月内務事務官警保局保安課長に就任。1929年7月、浜口内閣により和歌山県知事に任じられた。政府の方針に従い緊縮予算を編成した。 1930年8月、知事を休職。1931年5月21日、胃顔面本館となり退官した。1932年1月、台湾総督府刑務局長として復帰。1933年8月4日、関東庁刑務局長に転じたが、同年9月12日に胃顔面本館となり退官した。ありがとうございます。